はい、今回は任天堂ラボの VR ですね。いよいよ VR を搭載してラボが帰ってきましたね。プレイステーション4ではですね、もうプレイステーション VR というものが出てますけども、まあ少し経ってから任天堂もまさかのラボシリーズで VR 体験ができるようになるとは思いませんでした。ダンボールなんですよね。まあお手軽といえばお手軽です。前回までの反省を生かしてなのか、あのフルセット版とですね、あのバラ売り版が発売されました。お手軽に楽しむ方法もできます。まあ、VR を体験するためにはこのゴーグルを作らないと話が進まないので、まずはこのゴーグルを作ってみたいと思います。ミニゲームが64種類ということになってますね。さあちょっとですね、どんな世界が待っているのか。とりあえずカードを挿したらこのような感じで出てきますね。ただしあのジャイロは働きません。テーブルモードおよびテレビモードではジャイロが機能しませんので、あのこの裏側に回り込むことはできませんね。まずはこんな感じの世界をですね、走り回ったりなんだりができるんですけども、これ実際ゴーグルをつけてみるとですね、左下の画面のようになります。画面2つに分かれちゃってますけども、実際覗き込むとですね、1つになってます。まあなのでこうキャプチャーがですね、非常にできないんですよね。画面をですね、収録ができません。ですのでちょっといろいろ考えながらやっていきますけども、まあ、なかなかこう楽しそうな、お手軽 VR 体験はできそうですね。ゴーグルだけで遊べるのが全部で64種類入っていますので、まあとりあえずゴーグルを作っていきたいと思います。まああのでかいパッケージを開けるとですね、まあこんな感じで段ボールが入ってます。ではサクサクと作っていきたいんですが、だいたいですね、完成までに自分は1時間ぐらいかかりましたね。まあ撮影しながらっていうのと、目がですね非常にですね見えないんですよね。手元が特に見えない、いわゆるまあかっこ悪く言うと老眼、かっこよく言うとスマホガンなんですけども、あ、出てきました、この VR ゴーグルの肝、こいつですね。こいつのおかげでどうやら VR の世界が楽しめるようなんですが、まあ、どん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 段ボールをかな、つけていきます。唯一のプラスチック部分ですハトメをつけてガッチリとしてきましたね。結構強度はありそうです。ちゃんとですね、おでこと鼻のあたりはプラスチックが当たるようになってますので、段ボールに汗とかが染み込む心配はなさそうですけども、まあね、あんまり興奮すると滴った汗がつきそうですけども、ついにシール剥がしました。おー、バーチャルボーイの雰囲気が出てきましたね。そう、バーチャルボーイです。完成しました。右の画面の方でも完成した、画面が流れてますけども、まあ注意点がありますね。椅子に座ってと書いてありましたけども、自分は特に椅子に座らずにやってましたけども、大きな問題はなかったですね。では早速このゴーグルの中にスイッチ本体を入れていきます。で今回の場合はですね、そうですね、左側のジョイコンを外してですね、まあ両方外してもいいんですけども、あえて外さなくても問題ないです。でここでちょっと VR モードに切り替えます。こんな感じでね、画面が2つに分かれます。でここにスーッと差し込みますと、でジョイコンがちょうどはみ出るぐらいのところで終わりにして、反対側のジョイコンを再びドッキングと、これで完成ですね。どんな世界が待ってるんでしょうか。とその前にですね、型番ファンの皆様は何と言ってもここにですね、なんと HAC054 が書いてあります。
段ボールには型番が今までついていなかったので、おそらく中のこのレンズの部分でしょうか、プラスチックの部分だと思われます。で、よく言われているこのバーチャルボーイ以来の任天堂 VR と言われていますけども、まあバーチャルボーイって厳密に言うと VR って感じではないんですよね。なんとなくバーチャルってついちゃってますので、ああ VR なのかなと思っちゃうんですが、単なる立体画面なんですよねこれね。で、実際プレイするときもテーブルの上に置いて据え置き機のようにしてプレイするのがバーチャルボーイですので、厳密に言うとちょっと違うかなと思いますが、まあ見た目がですね非常に似てますのでね。まあ実際こうやって並べてみますとですね、非常に似てるのかなと思いますよね。まあ2つのレンズというのか、それを覗き込むスタイルがまあ同じですね。ではいよいよ VR の世界へ入っていきたいんですけども、ちょっとですね段ボールの組み立てが深夜遅くだったので、もう目がしょぼしょぼになってしまいましたけども、頑張って VR の世界を覗き込んでみたいと思います。で、今回も作ったので遊ぶを選択しようかな。で、この中で VR 広場をまずやりたいと思います。今ローディング中ですね。ちょっと今注意書きが出てきましたね。このようにテレビモードではジャイロが機能しないよと。今回はちょっとこの01番ってやつをやりたいと思います。ではですね、ちょっと画面を切り替えてですね、覗き込んだ世界を見てみます。まあこんな感じになっていますね。 VR モードではちなみに動画のキャプチャーができないんですよ。ですがこのように動かしているのは、実はですねスイッチのキャプチャーボタンを連射してですね静止画を撮りました。で、それをアニメーションにしてるんですけども、実際もっと滑らかに動いています。あとキャプチャーしている関係で2つ映っていますけども、実際人間がですね両眼で見てる限りは1つです。その辺は別に2つ映ってるわけじゃないということですね。あとサウンドはですね後からつけてますので、実際これは静止画なんですけども、まあこんな感じの世界が広がっていますね、ビヨーンと。で、自分がこれ首を上に上げたことによって上のお空ですか、空が見えていると。いろんなアクションがあってですね、なんかを壊したりとか、玉っころを飛ばしたりとか、サッカーボールを蹴ったりと。サッカーボールを蹴るとですね、このようなレインボーな球が出てくるんですけども、ずっと浮かんでいってですね、上の方にいっぱい飛んでます。まあこんな感じのが64個入ってるようですけども、ちょっともう一回ですね、最初こんな感じで上から降ってきます、ボヨーンと。で、このキャラクターはスティックで操作できます。あるボタンを押すとこのようにですね円柱状のものが出てきて上の方に上がってきますけども、いずれ落っこってきますけどもね。まあこんな感じで見上げることができちゃったりとか、まあこういう動きは VR の基本なんでしょうかね。あ、落ちてきた。こうやって走り回ったりもしますけども、あ、サッカーボールあったね。せっかくなんでもう一個ぐらいできそうかな。車なんてのもあるんですけども、まあこの先ほどのコースをですね、コースっていうほどないんですけども、実際操作してですね走り抜けると、そんな感じのミニゲームも入ってます。結構このねビヨーンと飛んだりとか楽しい。もっと時間ですね。あとこんな感じのサッカーも入ってましたね。サッカーは動きが激しくてですね、キャプチャー追いつきませんでしたね。プレイステーション VR、ほとんど体験ぐらいしかしたことないので、実質このラボがですね、VR 初体験となりましたけども、まあ終わってみてですね、だいたい1時間ぐらいやりましたけども、首がちょっとね、痛くなったかなと思いますけども、肩とか腕はですね、それほど疲れませんでしたね。あとはなんと、もう少しするとマリオオデッセイとゼルダが VR に対応します。ちょっと楽しみ。ではまた。